ヤクルト A と 7DNA、21日、神宮、アジア人初のメジャーリーガー、村上雅紀さんが21日に神宮球場で行われたヤクルト DNA 戦で始球式を行った。サンフランシスコジャイアンツのユニフォーム姿で登場した村上さんは、80歳とは思えない鮮やかなフォームで投げ、ファンもとてもお若い、と驚いていた。1964 1965年に所属したジャイアンツのユニフォーム姿で登場。マウンドの少し手前からとなったが、サウスポーから繰り出された1球は力強い軌道となり、ストライクで捕手のミットに収まった。日本人初のメジャーリーガーとして新たな道を開拓し、NPB でも南海や日本ハムで活躍して103勝を挙げたレジェンド。80歳とは思えない綺麗な投球フォームに、 神宮球場は大きな歓声に包まれた。村上さんの投球に SNS 上のファンは、素晴らしかった、すごいボール、ノーバウンド、ストライクだよ、良い球投げてた、などとコメント。さらに、見れたのマジかよと立ち会えた喜びを示すファンもいた。